ゲームマニア。裏側通るのがいいやつか。でも、そちらに。そうしてもらえると。やろうと思ってないからな、これも。間違いなくこれできると思ってやってるからな。大丈夫だろ。はい。せーの、せ。僕は、今、妙子の方に在住してて、妙子を中心に、ガイド業を、しています。すみません、じゃあ一番端っこの方から、お名前と、出身地と好きなスポーツ今やってるのをじゃあ来ました。でそこで、まあ、この距離なんですけどものすごく綺麗でかっこよかったのでなんかこう見えたそうです。あの人とかっこいい、あの人かわいいということで一目惚れしちゃったんですけど、それで自分の顔ってその頃全然鏡はなかったので初めてそこで水面で見たそうです。そしたらまあヤヒコの方はその時にまあいたずらな風でフラフラってなったんで鬼のような顔しちゃったんでそのまま車山の方に帰っていったらしいんですね。であと柿つばたの方はその自分の綺麗さに見とれちゃってそのままその植物の柿つばたになったっていうお話があります。はい、で今からここから夜行というとなんかこうまあなんか、山彦はある山彦か名前弥彦じゃなくて山彦が帰ってくるんだけども全然そういう子は、そういう人はいないっていう言い伝えがあります、ね。